てる。エス、ル、起きて。大丈夫か？エス、ちゃん。よかった。目覚めたか。大丈夫。どこか怪我していない？うん。ちょっと肘をすりむいたくらいだけど。みんなは？ま、なんとか無事だぜ。大丈夫です。やれやれ、スリル満点だったね。さすがにダメかと思ったわ。九死に一生を得たといったところか。そんなにたくさん食べられないですよ。はぁ、ったく。こら、ドロシー、もう朝だぞ。はい、ナイアル先輩。そちらの方はどうだ？問題ない。なんとか無事じゃ。問題ありません。こちらもなんとか。死ぬかと思いました。まさに奇跡だな。それともただ手を抜かれただけなのか。そうださっきアルセイユを攻撃した黒いやつに乗ってたのって。ああ、間違いなくレーベだと思う。やろうか。となると確かに手を抜かれたのかもしれんな。ヤッコさんがその気だったら完全に撃墜されていただろう。なんか複雑ね。そういえば、私たち、どこに落ちたんでしょう。浮遊都市の終焉部のようですが、まずは外に出て、状況を確認した方が良さそうですね。ここって、うわー、きれい。これはもう取って取りまくるしか。おいおい、観光クォーツを使い切るなよ。しかしここはえらく浮世離れした場所やね。都市中よりは庭園といった方が良さそうや。そうですね。大都市における公園のような場所なのかもしれません。確かにそんな雰囲気だけど、それにしては同じような場所が遠くまで続いてるんですけど。やれやれ、とてつもないスケールだね。ジーク！よかった、はぐれたのかと思ったわ。大丈夫、私たちも平気よ。そう、わかったわ。
ら私たちは浮遊都市の最西端に不時着したようです。そしてグロリアスはちょうど反対側の東端に停泊しているみたいですね。アルセイユの損傷はそこまで深刻なものではない。動力機関はほとんど無傷じゃし、反重力発生機関の損傷も軽微じゃ。じゃがスタビライザーをはじめ細かい動力系統に不具合が生じておる。このままではまともに浮き上がることもできんじゃろう。そうですか。とにかく人手をかき集めて修理を始めるしかないだろう。及ばずながら自分も協力させていただく。かたじけない。アルセイユはそれでいいとして、問題はこの都市のどこかに存在する輝く輪の方だろうね。どうやら結社の方は着々と準備を進めているようだ。はい、彼らの手に輝く輪が渡ったらどのようなことになってしまうか。まあどう考えてもろくなことにはならないでしょうね。今までのことから判断する限り。違いねえ。こりゃすぐにでも動いた方が良さそうだ。だが闇雲に動いたらかえって混乱を招く恐れがある。ここはやはり探査官を組むべきだろうな。確かに。まずは移動ルートを確保しないと。輝くはもう探しようがないしね。どうしたのヨシア。いや、なんでもないよ。とりあえず探索班にはバックアップも必要だと思います。アルセイユに戻ってきたらすぐに交代できるようにするのが望ましいかもしれません。そうだな。私も探索に加わりたいところだが、今はアルセイユの修理が急務だ。当面の役割分担を話し合う必要があるな。それではエステル君以下4名のメンバーに探索をお願いする。何が起こるかわからないから、くれぐれも無理はしないでくれ。大丈夫、心配しないで。まずは移動ルートの確保を優先的に行います。よろしくお願いする。残りの者は待機メンバーとして船体の修理を手伝ってもらいたい。おっと、そうじゃ。ちなみに朗報が一つあってな。どうやら浮遊都市の上では動力停止現象は起こらんらしい。アルセイユから離れていても戦術オーグメントが使えるはずじゃ。本当？どうしてわかるの？実は例のゼロ力場発生機が不時着の衝撃で壊れたんじゃが、それにもかかわらず艦内の装置を問題なく動かすことができたんじゃ。どうやらケビン神父の推測がおよそ当たっていたようじゃな。輪は外界に存在する異物を排除しようとする機能を備えている。つまり都市の中にいる限りオーブメントも異物としては認識されんちゅうわけですな。そういうことじゃ。よかった。さすがに探索している時にアーツなしじゃきつそうだし。それでは艦内にある工房施設も使えそうですか？そちらも問題ない。
さらなるオーブメントの改造も可能じゃから立ち寄るがいい。了解。わかりました。艦の外に出て探索活動を始めちゃおうか。ええ、そうですね。ごめん、エステル。いろいろと装備を切らせてて補充しなくちゃいけないんだ。少し待っててくれるかな。あ、そうなんだ。なんだったら私も付き合おうか。いや、それには及ばないよ。30分くらいで戻るから休憩室で待っててくれるかい。そっか、わかった。それでは待っているよ。やれやれ、君もいい加減罪作りやね。すみません。謝るんならエステルちゃんに謝り。ほんまにええんか。もう決めたことですから、ケビン神父、どうかよろしくお願いします。たく、しゃあないな。よし、時間もないことやし、とっとと医務室を借りるか。お待たせ、ちょっと遅くなったかな。それはいいけど。ヨシュアってば、なんだか疲れた顔してない？こまごまとした補充に結構手間を取られてね。大丈夫、探索活動には支障ないよ。それならいいけど。よし、それじゃあ出発しますか。Thank you.
あら、あんたたちまだ出発してなかったの？うん、いろいろと準備中でね。シェラさんは部屋の片付けですか？ええ、とりあえずね。修理の手伝いは無理だし、手持ち無沙汰だったのよ。いっそ無知でも持って男どもの監視に行こうかしら。それもいいかも。お手柔らかにお願いしますよ。うん、お姉ちゃんたち、おじいちゃんの言う通り動力機関は問題ないみたい。他の飛翔機関の様子も調べないとわからないけど、もしかすると思ったより早く飛べるようになるかも。あ、それはいい知らせね。明るいニュースだね。ティータもお手伝い頑張って。うん、もちろん。はー、アルセイユの飛翔機関に触れるなんてちょっと楽しみかも。メカフェチ魂に火がついちゃったみたいね。動力機関は一応動いとるが、念のために出力を抑えておる。少し機嫌を伺ってから通常駆動に切り替える予定じゃよ。しばらく非常灯のままじゃが、辛抱して作業を進めてくれ。了解です。この状況で
贅沢は言えませんね。そうね、なんとか頑張らないと。お前さんたちも気をつけていくんじゃぞ。興味深い発見があったらすぐに知らせてくれ。よっしゃー！行くぞ！よっしゃー！行くぞ！
メンバーを入れ替え、お願いします。応援よろしく。改めて眺めてみると、こりゃとんでもねえ代物だな。ナナの手法の伝承を今更ながら思い出しちまうよ。女神から授けられし宝物か。ただのヨタ話じゃねえのかもな。すまん、しばらく一人にさせてくれ。常識ってやつの崩れる音が頭の中で鳴り響いてやがるんだ。うわー、とってもいい景色。空気も澄んでて美味しいし、ここに住んでみたいかも。あー、でも工房がないと観光クォーツが買えないよね。それはちょっと困っちゃうな。ここって景色もいいし、ちょっと住んでみたいかも。編集部ごと引っ越してこようかな。修復工事に用いる資材には船体の破片を当てる予定だ。差し当たり大使たちをその回収に向かわせている。人の手で回収するのは相当に骨が折れるだろうが、今はそれしか方法がない。すまないが、手の空いた者はそちらの手伝いをよろしく頼む。修復工事に用いるため大使たちを船体の破片の回収に向かわせている。すまないが、手が空いた。照明の復旧と通路の確保を優先して作業すべきだろう。兵力を動員するからにはまずその輸送路の整備が必要。本格的な工事が始まる前に可能な限り準備をしておく予定だ。というわけで悪いが、お調子者の面倒はお任せする。艦内に置いておかれると正直言って始末に困るのでな。とかなんとか言って、本当はユリア大尉と二人きりになりたいだけなんだろう。僕というものがありながら女性にうつつを抜かすとは。キー、ひどい人。やっぱり体が目当てだったのね。言いたいことは分かってもらえたかね。うん、了解よ。責任を持って管理します。照明の復旧と兵力を動員する本格的な。では諸君、そのお調子者を頼んだぞ。
よう、エステルちゃんたちか。ちょうど医務室の片付けも終わったとこやで。不時着の衝撃で棚の中身がみんな崩れてもうてたんや。ま、体調が悪かったりしたら遠慮せんと俺に任せてちょうだい。ここから甲板まで橋を架けるそうなんだが、それにはまずこの破片を取り除かんといかんわけだ。お前さんたちも手が空いたら手伝ってくれ。さすがに俺一人ではどうにもできんだろうからな。まずは破片を取り、お前さんたちも、バカでかい破片だな。これをどかせってんだから、人使いが荒いにも程があるぜ。メンバーを入れ替えるのか。任せろ、行くぞ。全体の破片は随分と遠くまで散らばっているね。人の手で回収するとなると、これは大変な重労働だよ。無論僕も演奏家としてお役に立たせてもらうつもりさ。額に汗して働く諸君を麗しき調べで励ましてあげよう。今クルーの皆さんが被害を確認しているところです。それが済み次第修復作業を始めることになるでしょう。この先どんなことが起きるか分かりません。とにかく一刻も早く飛べるようにしておかないと。照明の復旧と兵力をどう、本格的な、分かりました。メンバー、はい、行くで。はい。
なんていうか、とても空の上にあるとは思えないんですけど。古代ゼムリア文明、単に技術が発達していただけの社会じゃなかったみたいだね。素敵な光景だね。こんなに大きな都市だったんだ。さすがに住んでいる人はいないよね。うん、多分ね。どうやら異次元に封印された時、住民のほとんどが退去したらしい。多分リベール国民のルーツはその人たちなんじゃないかな。それって私たちのご先祖様たちがこの都市に住んでたってこと？可能性は高いと思います。リベールだけに限らず、大崩壊以前の文明の痕跡は驚くほど少ないそうですから。なるほど。地上に痕跡が残っていないのは空に住んでいたからというわけだね。なんか途方もない話になってきたわね。それにしてもやたらと見晴らしがいいけど、ここってどういう場所なんだろう。ただの展望台かもしれないけど、向こうに端末みたいなものがあるから調べてみようか。単語がいくつも出てきたんですけど。レールハイロ、何かの交通機関みたいだね。そしてどうやらこの浮遊都市はリベルアークという名前らしい。リベルアーク、響きから判断するとリベールの語源でしょうね。なるほど。それからゴスペルだけど、どうやらここの市民にとって馴染みのあるものだったみたいだね。公共サービスを受けるのに必要な身分証明を兼ねた携帯端末かな。ああ、もう頭が混乱してきた。ゴスペルがなくてもできることはあるのよね。早速いろいろと調べてみましょう。了解。可能なサービスの一覧を出すよ。
帝国にある鉄道を進化させたような感じかな。しかし透明なレールとはなかなかスリル満点じゃないか。よくわからないけど、移動手段として使えるんだったら試してみない手はないわよね。早速乗ってみるとしましょう。どうやら他の駅でも非常運行モードを起動しないとこれを使った移動はできないみたいだ。残念だけど今は諦めるしかなさそうだね。ぬか喜びさせてくれるじゃない。仕方ない、他のルートを探しましょう。
Thank you.
まだ負けられないんだ。戦闘終了。先に進もう。先に進もう。先に進もう。まだ負けられないんだ。
まだ負けられないんだ。負けられないんだ。負けられないんだ。やっと外に出たわね。ここは何とも美しい街並みだ。どうやら古代人が暮らしていた場所らしいね。確かに不時着地点よりは人が住んでいた雰囲気がありますね。うん、静かでいい感じの雰囲気かも。でもなんで昔の人たちはこんな立派な街を捨てちゃったのかな。調べていけば当時の状況がわかるかもね。新たなルートを探す必要もあるし、早速周囲を探索してみようか。うん、オッケー。
帳に新しく書き加えられてる。一体どういう原理なんだろう。よくわからないけど、とんでもない技術よね。負けられないんだ。まだまだいけるわ。
これってデータクリスタルよね。どこかから送られてきたみたいだけど、どうやら僕たちの持ち物に反応したみたいだね。ラッセル博士に渡せば内容について分かるかもしれない。